写真拡大。ソフトバンクの武田翔太投手が11日、約1ヶ月ぶりに一軍に合流した。ファームでは先発調整を行っており、13日からの楽天3連戦での先発が見込まれる。この日の日本ハム戦前の練習から一軍練習に参加した武田。今季は先発として開幕を迎えながら、結果を残せずに5月半ばからは中継ぎに配置転換に。その後は好リリーフを続けていたが、6月下旬から救援失敗が続き、4失点した7月8日の西武戦後に出場選手登録を抹消された。降格後は、再び先発として調整し、3試合に投げて1勝1敗、防御率2.51、8月4日のウエスタンリーグ阪神戦では7回途中まで1安打1失点、6奪三振として好投した。この日、工藤高康監督は先発でと考えています。次のカード?そうなるでしょうとコメント。13日から楽天生命パークで行われる楽天3連戦で先発する見通しだ。フルカウント編集部。